政府から派遣された課長一族、あるいは終わります。そんな私についたあだ名は鉄仮面鉄子だが、何と呼ばれようと気にはしない。この感情は制御不能だって。これは100年の恋、いや千年の恋なのですから。はい、わかりました。男の黒髪論議は対象外なんです。徹子と結婚？待て村井、それ本気で言ってんのか？本気だよ。マジか、村井が恋をした、マジか。おいおいおい、なんで俺によって徹子なんか。黒髪ロンゲは対象外。野郎のために使う金や時間は一切ない。っていうか生身の人間など必要ない。だって私にはひととて君という永遠の推しがいるのだから。子猫ちゃん、やだー、されてみたい。ひとと、敵軍襲来。数は一人。一人？たった一人に何を？見る者を一撃で撃ち落とす破壊力なれば直視することもままなりませぬ。止まればっかり見てしまいたい欲望に負ける推しにそっくりのその顔面を。我が名は鉄子、鉄のメンタルを持つ女。僕は本気で好きなんです。好きとか結婚とかそういうのマジ無理なんで。どうして？だから私にはひととせくんという。ひととせん？徹子を落とすということは大阪城を攻略することより困難なことなんだ。先生と結婚するためなら家康だって超えていくのさ。村井さんがド変貌されたけん行為、我ら村井親衛隊の動く時が。やあ、あー入って帰るね。よいしょ。先生？嘘だろ、復活の泉でボスキャラと遭遇。待て、落ち着け。距離は約5メートル、顔さえ見なければ大丈夫。 T シャツ姿もよくお似合いです。では先生はどうして僕と目を合わせてくれないのですか？